今日はですね、この前の動画でも紹介した、ハーバード大学法科大学院のマーク・ラムザイヤ教授について、以前紹介した論文ではね、確かその童話事業というものが部落に犯罪を引き寄せたという、まあ、そういう話だったんですけど、これはもっと新しい方の論文、2019年以降に書かれた論文なんですけども、これはね、さらにね、一歩進んでるんです。一歩というか、もう10歩ぐらい進んでますね。なんと、この翻訳おかしいんですけどね、どういうタイトルかっていうと、まあ、要は、日本のこの身分政治と、でっち上げられた部落民というアイデンティティという、まあ、そういうお話なんですね。部落民というアイデンティティはでっち上げられたもの。じゃあ、いつね、誰によってでっち上げられたのかっていうと、まあ、端的に言うと、水平社ができた大正時代、1920年代にでっち上げられた。ボルシェビキと、暴力利権集団によって、ね、ボルシェビキっては共産党ですね。だから共産党が、水平社を作るんですけども、その時にね、マルクス主義史観、その共産党のその歴史観、これはもう共産党の人に言ったら怒るかもしれないけども、確かにね、この共産主義者っていうのはやっぱ歴史的にこういうね、学問っていうのを歪めてるんですよ。その歴史というものをね、マルクス主義で解釈するから、それで相当歴史観を歪めてしまったと。で、あとね、まあここで話すといろいろ長くなっちゃうけど、まあ、ソ連なんかね、農業なんかでも相当やらかしてますよね。生物学なんかでも相当、その、共産主義者にねじ曲げられてしまったと、学問が、そういうことがあって、まあ、そういうことがあって、ところがですね、それがさらに、暴力利権集団、もうイデオロギーなんて関係ないと、ただ金儲けしたいっていう連中に水平社が乗っ取られて、で、その、でっち上げられた、このブラック民というアイデンティティが、その金儲けのために利用されていくと。そしてそれが今でも続いてて、影を落としてるっていうことなんですね。で、これはね、おおむね正しい。というか、かなりの部分で正しいです。はい。僕もやっぱり部落探訪してるとね、その、じゃあ今、部落民って言われてるものが、本当に江戸時代のね、そういう死体とか扱っていた人っていうのに繋がってるのかっていうと、多分違うと思うんですよね、ほとんどの場合。まあ全部が全部じゃないですよ。ただ、マクラムザイヤーさん言ってるのはね、今の部落民っていうのは、ただのその貧しい農民であったりだとか、あるいは都市部の、その都市スラムの貧しい住民であって、そういう比較業者とか、そういう死体を扱っていた人とは関係ないということなんですよね。いや、すごく鋭いですよね。で、大阪なんかの都市部に関してはもう確かに実際そうですよね。で、もう顕著な例として、もう個人名出してしまうと、解放同盟の委員長の赤井さん、まあ、あの人は西成なんだけど、西成ってそもそも部落じゃないし、で、赤井さんがじゃあ、エタの子孫かっていうと、そんな証拠どこにもないですよね。で、前の委員長の北口末広さん、あの人、郁恵の出身だけども、まあ、郁恵部落探訪した時に地元の石碑なんかにそんな北口なんて名前なかったし、で、さらにはね、江戸時代頃、末期ぐらいのね、地図なんかに、まあ、個人名書かれているような地図あるんだけど、北口なんて名字出てこないそうなんですよ。あれは江戸時代じゃなくて明治初期だったかな。とにかく、北口さんに対しても、あの人、部落出身じゃないだろうと。エセ部落民でしょと。まあ、ただ、その、属地的にね、その、郁恵に住んでたっていうだけのことで、じゃあ、ルーツをたどると、エタにたどり着くかっていうことは、そういうことはないと。で、大阪なんか特にそうなんじゃないかと。で、その、貧しい農民っていうことについても、例えば、鳥取みたいなね、地方にしても、確かにね、あの、エタ村っていうのが、この川沿いにあって、で、確かに江戸時代は、その、エタっていう身分だったんですよね、そこの住民のほとんどは。で、ただ実態としてその比較業とかその死体を扱うような仕事をやってたかっていうとそういうわけじゃなくて、ほとんどの人は、まあ、小作人だったりだとか、まああるいは、その、まあ土地持たない人はいろんな商売をしてたんですよ。その石材関係の石工とかね、あとは今でいうリサイクル業みたいなのをやってたわけです。だからほとんどの人はその比較とかやってないっていうのは確かにそうなんですよ。だからその、水平社宣言にあるようなね、例えば、
300万の兄弟とかね、あとはこの獣の皮を剥ぎなんだのかんだだっていうのは全くこう幻想なんですよね。ラムザイさんに言わせるともうそういうものは全くのでっちゃりの幻想で、まあ僕も事実そうだと思います。別にその今部落民と言われてる人の子孫がその獣の皮を剥いでたわけではないし、で300万っていう数字もまあ全くもって根拠はないっていうのはまさしくその通り。で、ラムザイヤーさんすごいのはね、さらにその後ね、どんどんこの犯罪と部落民の関係っていうのをね、どんどん暴いていくわけですね。で、前の論文だとね、戦後の解放同盟の犯罪、八日高校事件、八田事件だとか、あとは北九州土地転がし事件とか、そういうのも挙げてたんだけども、これはさらに踏み込んでね、水平社の犯罪についてもかなり挙げてるんですよね。水平社っていうのは、その、部落解放してたんじゃなくて、その部落民というね、アイデンティティをでっち上げて、それを金儲けに移動するようになってしまっていたと。だから、その理不尽なことで人を脅して金を巻き上げたり、まあ、役所からこう根拠のない補助金を引っ張ってきたりだとか。で、すごいのは、松本治一郎っていうのはもう犯罪グループの棟梁のように見られていて、実際その、まあ、芸者をね、買って自分の愛人にしたりだとか、で、満州ではその偽の薬を売ってたりしてて、とてもかなりとは思えないようなことをしてると。そういう人間が水平社を率いてたんだぞと。だからもう水平社っていうのはもうこれは、まあ、最初はその、すごくイデオロギーがかった、マルクス主義者による団体だったんだけど、途中からもう完全にもう、もう暴力利権集団ですね。これは共産党の人なんかもよく使うんだけど、もうすでに暴力利権集団になってたと、水平社というのは。だから、まあこれはもうかなりタブーなんだけど、でもまあ、こういうことはね、図書館なんかの資料を見れば書かれてるし、日本でもね、こういう、実際はその、部落民っていうのもそんな、獣の皮を扱ったりとかしてなかったんだぞっていうことも、実は、80年代とか90年代のね、研究でもすでに書かれてるんですよ、そういうことは。だから、マーク・ラムザイヤーさんが言ってることはすごく正しいんですよね。ただ、それをね、やっぱり日本の研究者というのは言えなかった。で、言ったとしてもね、やっぱりそれをまあ、解放同盟だとか、同和事業批判っていうのに結びつけるとね、いや、お前共産党だろうだとか、全海連だろう、人権連だろうっていうふうにね、やっぱ対立団体だっていうレッテルを貼られてしまうわけですよね。だけど、ラムザイヤーさんそうじゃないですからね。どっちかっていうと、この人ね、やっぱ、すごく書いてる文章を見るとね、反共主義的だと思うんですよね。本当、もうバリバリのアメリカ人っていう感じで、そういう立場から見ても、やっぱり、解放同盟っていうのは、こう、犯罪をやってる、やっぱ暴力利権集団だと。で、さらにはもう解放同盟だけじゃないんだと。もう戦前の水平社の時代だから暴力利権集団だったんだと。これ共産党の人なんかもうそこまでは言わないですよね。さすがに水平社が暴力利権集団とまではね、言わないんだけども、もうラムザイヤさん言い切ってるんですね。だからこういうね、まあ、ラムザイヤさん共産党員でもないし、まあ、アメリカの研究者なんで、まあ日本のね、その政治なんかとも利害関係はないんで、そういうかなりね、第三者的な立場の人が、こういうね、前の全海連とか共産党系の本みたいな、さらにはもうそれよりもさらには、もう10歩、100歩ぐらい進むような、こんなバリバリの同和事業批判、海洋運動批判をするっていう、まあそういう結論に至ったっていうのはすごく興味深いものを感じます。で、やっぱりね、学問っていうのはね、そんな甘いものなんじゃないんですよね。ポリティカルコレクトネスなんて言葉があるけども、政治的に正しいと。そんなことを学者が言ったらね、僕は、それは自分バカですって言ってるようなもんだと思うんですよ。学問に大事なのはコレクトネスなんです。正しいっていうことなんですよ。そこにわざわざ政治っていうのを持ち出すのは、じゃあ自分はもう政治的な都合で学問を歪めますよって言ってるようなもんだから、そんなことを言っちゃいけないですよね、学者が。コレクトネスですから、大事なのは。だから、その学問の自由っていうのは、そんな甘いものじゃないわけですよ。その政治的な都合で、そんなね、都合のいい結果を、誰かに都合のいい結果が出してもらえるっていう、そんな甘いものではないし、まあ、ましてやね、なんか、お気持ちに寄り添ってですよ。
こう事実を歪めて都合のいい結果を出してくれるっていう、そういうものではないんですよ。学問ってすごく厳しいものですから、そんな甘いものじゃないわけです。だからやっぱラムザイヤさんの研究っていうのはね、まあこれ全部が全部僕は正しいとは思わないけども、本当にね、学問をやってるなっていうふうに思います。いや、ぜひね、このラムザイヤーさんと一度お話をしてみたいなと私は思ってます。で、さらにはね、この論文もいろいろ参考にしてですね、こう、私もね、部落の研究をやっていこうかと思います。ということでね、今日はラムザイヤー論文のお話、部落民というのは戦後にでっち上げられたものではないかというお話でした。まあ、この話についてはね、まだまだね、僕は言いたいことがあるんで、まあ、また、いずれまた、現地の探訪をしながらね、お話ししていこうかと思います。ということで、今日の啓発動画でした。